さあ、佐渡観覧の皆様、吉備の国岡山県に参りました花舞鬼町でございます。先ほどご紹介もありましたように、今年のテーマ浦田ということで、吉備の国を栄えさせるために鉄を打ち続けた浦という男の、壮大かつ豪快な物語。衣装の赤と青はたたらばの炎を表し、まとい旗衆の黒はたたらばの鉄を表しておりますので、そのところもイメージしながら、しっかり見ていただきたいと思いますので、ご声援手拍子よろしくお願いいたします。それでは参ります。吉備の国に鬼と呼ばれし者がいた。炎を操り炎と共に舞う、その者の名は浦。いざ参る。フッ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 
パー、ウィアパーのパー、エロペデルヨーブレ、アギルオニナルコントル、ウィザオニマチギリと共に。ありがとうございました。鬼たち撤収。どうもありがとうございました。花舞